ピオキングです。今日もですね、トロールコースやっていきますか。で、その前にですね、リスナーさんからこのコースをやってみてくださいって DM が来たんですよね。トゲメット返し、一本道を塞ぐトゲメットを折り返させましょう。倒しても構いません。ということで、まあ、サムネを見る限りトゲメットが歩いてきて、そのトゲメットを倒す、もしくは折り返させる、どっちかと思うんですよね。いや、このトゲメットってさ、スーパーマリオブラザーズのスキンじゃ折り返させるのって無理じゃん。なんかメットの進行方向にね、壁とかがないと折り返してくれないんですよね。だからこのトゲメットは、まあまあまあ、これは簡単だね。これは簡単。でもさっきのところ、今のサムネのところは、そう、ここは分かんなくない？あ、分かった。ここでタイミングを聞こう。しばしばし。なるほど、こういう感じか。でもさっきのサムネのところはあれなかったよね。オープンブロックとかなかったよね。いや、これは簡単だよ。こんな感じでしょ。そして右に行く。いや、さっきのところめちゃくちゃ楽しみだね。どんなんだろう。ここは分かんない。はい、あ、待って、やばい、これやばすぎ。それじゃあここはね、絶妙なところで出す感じ。だっ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 、よーし、危ねえ。やべやべ、挟まって動けねえ。うわっ、やべ。これあれだね、連打しかきつい。めちゃくちゃ連打きついんだよね。だからこのメットがいった瞬間、うわっ、早く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 行けー。よーし。めっちゃきつ。うわ、これはどうすればいい。分かった、これは簡単だね。この辺、よし、待って、その辺でいいんだけど、どうやってゴールするの、あれ。あ、分かった分かった、こっから下でジャンプ。あもったいね。ここマジきついよ。ここマジきついよ。わかる、この連打の音。よし、もうマジで右腕がぶっ壊れそう。ここ落ち着いていこう。あの子が来た瞬間にこの辺でジャンプ、やったぜ。いや、このコース素晴らしいアイデアですよね。めっちゃ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。で、今日のトロールコースは非常に有名な方ですよね。なんて読むんだろう、エイミーさんかな。まあ違うと思うんですけど、私エイミーって呼びますね。エイミーさんのこのコース、トローラーコースターパークバージョン8って書いてるんですよ。この名前からしても面白そうな予感しかしないよね。コースターだよ、きっと。トクロコースターとか、なんか下に床の動くレーンとかかな、ああいうのがね、たくさんあるような気がするんですよ。そういうトロールね、僕めちゃくちゃ好きなんで、早速やっていきましょう。あ、今日は初見殺しない感じだね。最近なんか初見殺し少ないような気がするんですけど。何これ、取らしてくんないの、キノコ。息アップ。じゃあここはクリボーね。まあクリボーはね、サクッと倒して、ここね、おお、しないでいいと思う、大丈夫。じゃあここはオンオフして、いや、オンオフしてもダメなの。え、何ですかこれ。え、いや、大丈夫だね。 P がなくなったらいける感じ。待って、分かんないんだけど。あ、分かった、この辺でオンオフする感じだね、きっと。こう、いや、いけるいけるいける、なんか知んないけどたまたま行きました。じゃあこの辺で、うん、土管に入っていこう。多分これで合ってるよね。ここは左、いや、大丈夫、右。右できっと合ってる。なんか左上にもね、行けそうな気はするんだけど、こっちで合ってるかな。じゃあここは、うわ、左を失敗してればいいんだろうね。左を失敗、 OK で、すぐ上上がろう。来た、コースター。でもコースター乗らんでいけるかな。いや、コースター乗らなきゃダメだね。いや、絶対どっか針に引っかかりそうなんだよな。左に行きそう。なんで一回ジャンプするね。ほら、読めてる、読めてて、右。よしよしよし。多分ね、これは右右、ちょっと待って、考えさせて、もうちょっと考えさせてよ、考えさせてよ。最近ね、なんか喉がさ、いや、痛いとかじゃないんだよね、しゃがれてきてるって言えばね、みんなわかるかな。絶叫しすぎかな。まあいいんですけど。じゃあここは下行って、で、この下に逃げる、これで合ってるんだよ。そんでどうするんだろうね。え、待って、大丈夫、ここに寄っておくね。
あ、で、ここに足場があるのか。で、土管に入る感じね。ドアね。もういつも間違えるんですけど。じゃあ、ここは今、ピンクコイン取れた感じかな。じゃあ、ジャンプして中間ポイント取ります。やった、中間ポイントゲットだね。あ、ここピンクコインコースだ。うわ、今気づいたね。じゃあ、左上しかないんで、左上行きます。なるほど。しれっと受けたね。でも黒いの来たね。じゃあここは土管に入ってすぐ左か。出すよ。出しますよ私。いいですか、出して。まだ出しません。多分このコース何個もね、さっきと違うやんかあると思うんで、まだ出さないでいいでしょきっと。さっきと違うやんか。もうそんなにさっきと違うコース来る。じゃあここ下行って。うわー、そばっちょ。このコースは初見殺しめちゃくちゃ多いね。やばいよ。じゃあジャンプ、ここでジャンプだね。でここで下に降りて左に行こう。これで合ってんのかな。こっちは、こっちは何もないね。じゃあ50コイン取ってこのまんま青の土管入ります。そんで次は、うわどうしよう、なに。でかいテレサがさ、なんか花火みたいにさパッて広がるやつあるじゃん。あれ見るとね、オリンピックとかであるじゃん、女性がなんか水泳でなんていうのかな、あれ水面に足出すやつ、みんな。あれ思い出すんだよね。それじゃあここはすぐ上、オッケー。でこれ多分コインなんだけど、あのコインコインをですね求めてる方がいるでしょう。このコインコインって今ね、キノピオとハテナブロックの間に2マスあるでしょ。あれが1マス。まあすぐ真上にね、コインがある時だけしかやってないんですよ。だからこういうさ、2マスの時はね、僕あんまりコインコインってやってないんですよ。みんな知ってた？じゃあここは次、チケット。チケット。え、なんだろうチケットって。持ってないよ。まあ当然だけど持ってないよ。ここは、右、左も行けるんですけどね。あ、鍵があるね。一応 P 押してみる。P 押したらどうなる？なーねー。左でよかったのかな。それじゃあここ左行ってみるね。左行って、あ、こういうの、こういう時にねコインコインしてるんですけどね。じゃあここはジャンプ。うわ、なんかやっぱり壊してくれたね。で右、めっちゃコインコインできるじゃん。もう全部やってたらキリねえよ。じゃあ次はジャンプ。うわどうしよう、これ、あれなんだろう、バネは何これ。あ、上か、こっち行けばいいのか。そして、うわここめっちゃ怪しい。左に逃げるね、こっち。あーあー待って、やめて、やだやだ。やった、逃げると。え、勝ったんじゃない今日。ほら、コイン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 。この鍵を取ったらいけないね、ブラパがいるもんね。なんで右行こう。そんでどうする、そしてどうする、そしてオンオフ。あ、でこのコースターに乗ってこの鍵を取ればいいと、そういう感じだね。イエーイ。これで1個目のコースは終わりかな。これトロールコースターって言ってるけどさ、あれ何これ、死に耐久。待って、死に耐久じゃないよね、さすがに。ここで死に耐久じゃないよね。で上のピンクコインまだ取ったらいけないと思うんだよな。なんか家がいっぱいあるんだけど、うわどこ行けばいいかマジわかんないね。どうしよう、一番左、こっから入ってみるね。あ、ここでピンクコインを1個取ればいい感じか。危ない、ちょ待って、いや大丈夫、これはね、右なるほど、そういう感じか。ここ、こっからが本番って感じだね。あ、待って、ミスった、こっちでいい、大丈夫大丈夫。それじゃあもう一回ここリベンジしよっか。赤コインを取って2回叩かなきゃいけない、ここ、こう、そうでしょ、そういう感じでしょ。でここが開く、そうだよね、はい、よし。あ、終わり、これ、なんだろうねこれ。はい、キャップは取らせてくれない。でこの土管に入って終わりかな。あ、終わりっぽいね、ほら。そして土管に入る感じ。なんかさ、進むべき道がありすぎてなんかよくわかんないんだけど。あ、で結局ここに戻ってくる感じね。それじゃあ次はこの2つ目のドアに入る。ドアに入ってすぐ左、オッケー。
待って、これは大丈夫、いや大丈夫大丈夫、すぐ上に行こう。これは合ってたんじゃない。うわ、キノコが出てきやがった。あのキノコいりそう。うわ、絶対いるやつか。ドッスンの下らへんに寄っておこうか。この辺で出るでしょ。いや出るのはいいんだけど、こっからこっからどうする。こっちに行ったらダメなの。このハテナブロックは何、頼む何か救世主来い。いやまだワンチャンあるよ。あの上の3つブロックが何か隠されてるかもしんないからね。まだ生き延びるよ私。なんかあってくれ。キノコ取るところまでは絶対ここまではよくって、右に行く、そしてでキノコ出てきて上、左だったのかな、どっちだろう、左っぽいね。いやこっちで合ってる。で左、何、どっか連れて行かれた。どっちこれ、上、うわ上はいけないのか。じゃあこの赤い土管だね。何があるんだろう、何これ、新耐久ですか、新しい新耐久ですか、ここすごく怪しいんですけど、さてどんな感じなんだろう。すごいめんどくさそう。まずね理解ができない、どうすればいいのこれ。まず理解するところからちょっと始めるね。あ、わかったわかった、オンオフでここの真ん中を開けておいてチョロップを持ってくる感じだね、あのこのクレーンで。めんどくせー。頼むチョロップおいで。なんでオンオフ勝手に変わってんの。あ、タイホーがいる。な、違うんだって、タイホー邪魔しないで、来い来い。チョロップ、うわあの上の太陽でオンオフが切り替わるのがめちゃくちゃ鬱陶しい。しかドッスンか、ドッスンでオンオフ切り替わってるのか。うわマジめんどいよこれ、今まで過去最高にめんどいよここ。一回チョロップを右にやろうね、一回チョロップを右にやりましょう。チョロップ右に置いて、でそして離す、でオンオフ、頼む来てくれ頼む。もう一回右来て、ここで救世主。ありがてえ、これ無理じゃないここ。え、なにこの UFO キャッチャー。じゃあここでコインを取って右、よしここで合ってたね。でこのまま左行って上は行けないもんね。なんでこのドア入って、多分中間ポイントでしょ。オッケーオッケーオッケー、でもう一回やられないけん感じだね。うわこのコースすごい作りだね。なんかハートがさ30個ぐらいしかなかったような気がするんだよね。もうそんなレベルじゃない、ハート2000個ぐらいのコースだよここ。それじゃあ次は一番右行ってみようか、このロケットみたいなとこでジャンプして右、ここは一旦ね下に降りると思うんだよね、この人ほら。分かってたんだって。一旦ジャンプしてすぐ右に行こう、こう、そんで次左、そんな気は無理やんか。スターが出てくるのね。スターの音楽ってめちゃくちゃテンション上がんない？僕スターがめっちゃ好きな理由もね、スターが好きな一つなんですけど、僕スターがめっちゃ好きな理由もね、スターが好きな一つなんですけど、ここはてて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 、もう引っかかった感じですよねここ。いや大丈夫、あ、こっからすぐ上に上がっていく感じだね。はっ、でここでなんでなんもないのよ。ねえ、もしかしてこのガリガリの上になんかあった感じかな。スター取ってジャンプ、あ、ここだね。でオンオフしてからのこっちで合ってるよね、右で合ってる合ってる合ってる。それでこのままダッシュしていった方がいいような気がする。これ乗っていいの、この音楽大体ねまずいやつなんだよな。でも大丈夫、ジャンプ、オッケー。よし、ここのステージはクリアだね。あと2個か、あと2個でねクリアさせてくんないと思うんだよなこの人。じゃあ次は一番左のこのロケットっぽいとこ行ってみようか。じゃあオンオフをして、さっき金魚が降ってきたからずっと右を失敗しておくね。オッケーオッケー、そんでジャンプで、あのブラッパが出てくるのを待っておこう。そんでこのブラッパと共に行く、そしてドッスンにやられます。この目の前にコインがあるんだけどな、めちゃくちゃ難しいここ。じゃあすぐ行こう、すぐ右に行こう、で左、よし、でドアに入る、もういいよ、もう終わっていいよ、ありがてえ。ラストじゃない次で、うわ楽しみだね、どんな感じで終わるんだろう。あ、待って、今左上行ってよかったね。ここのビッコインを取って鍵の針入ります、ゴールか、ゴールで会ってくれ。なんでよ、トローラーコースター、いや意味わかんない。あ、ここでなんか違うパターン絶対そう、ほら
見に行けるもん。ほらほらほら、やっぱり上は上なんもないね。またさ、ビットコイン集める感じかな。一回このドア入るね。ここでコースターだ。やったぜ。よし行こうこういうコースめちゃくちゃ好きなんだよね。リフトと共に行けみたいな感じのコース。じゃあここはドクロコースター乗ってジャンプ。なんでそれはずるい。そんじゃここドクロ乗って何もしないで行ける。オッケー、もう何もしないでいいんじゃないのこれ。ねえ、何もしないが正解みたいなパターンじゃないのここ。どこいる、どこいるの。ねえキノピオどこいるの。なんでよ。じゃあドクロ乗って何もしないで右にダッシュしていこっか。あ、待って、まずい、右ダッシュまずい。ここでリフトに乗る。で、恋の通り信じます。たまーめじゃあここは花ちゃん乗ったらいけなかったね。花ちゃん乗らんで行こう。はっ、あいや違うんだって、わざとじゃない。いやここがわかんないんだよね。ダッシュこう、あ、こういう感じか。でこのままジャンプ。いやこっちで合ってる。あら合ってない。うわいけないね。どうしようどうしようどうしよう、どうするどうするどうする。はなちゃん助けて一旦ねここはジャンプしてスターを取るところまではいいんだよね。あ、こうやっていけばよかったのか。ドクロリフト、ロクトリフトっていうかあれ右やってたんだね。ここ絶対引っかかる自信しかない。今ゴールあったよね。今ゴール消したいね。あなた何やってんのゴールを、あ、わかった、このパワーブロックで倒してゴールがある感じだね。いやちょっとこれはひどいねえ、これはどこに連れて行かれるの。どうせ地理耐久でしょ。こっちが正解みたいな。うわ絶対違うパターンじゃん。こっちさっきの地理耐久やんか。ここカメックはゴールを消すね、ギミック。いや知ってはいるんですけど、トロールコースで持ってくるとは思わないよね。じゃあここであのパワーブロックを叩いてすぐ左に行こう。ほっ、こんな感じか。切ったありがとうございます。この方はね本当にトロールコースを作る方で、あの有名な方なんでですね、他のコースもどんどん遊んでいきたいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。